一番最初のサンプル完成しました。夜にですね、家具のブランドのデザイナーの方とミーティングがあるので、はい、どうも、あつやんです。今日もやっていきましょう。今日もいつもと同じく引き続きですね、ブランドの方をいろいろ進めていきたいと思います。で、今日やるのは、まずは部屋の片付けします。今、どちらかってるんで、部屋を片付けます。で、まあ、その後に、結構今日一日中使って、ちょっとインスタグラムの撮影とかはあるんですけど、基本的には、僕が今やっているブランド、ジョコンド、アパレルブランドですね、の戦略とかをいろいろ詰めていこうかなと思っております。で、まあ、今はジョコンドアパレルブランドなんですけど、ちょっと拡大を考えていて、今日からですね、ちょっと、実は、家具を作ろうとしております。なので、その家具の、今デザイナーさん一人いらっしゃるんですけど、その方とお話を詰めて、ジョコンドの家具ブランドとしてはどういう世界観を目指すか、何を目的として活動するかとか、まあ、結局暮らしをどういう風にしたいかっていうのが結構僕の今やっているジョコンドのブランドのコンセプトなので、まあ、そこの決めを入れていくっていうところから今日から動くと思います。それも非常に楽しみなんですけど、まずはアパレルの販売がですね、来年2月目標でずっと進めているので、まあ、そこをいろいろ詰めていこうかなと思います。で、まあ、まずはアパレルをね、ちゃんと成功させたいっていうのが直近の一番の目標なんですけど、なんとですね、昨日ですよ、一番最初のサンプル完成しました。おはようございます。はい、というわけで、まあ、そのサンプルなんですけど、サンプルなんですけど、まだ生地は仮、本番用で作る生地はもう決まってて発注もしてるんですけど、それを使わないで、まずはシルエットとか形の本当最初の調整のための一回形にしてみたっていうものが届いたので、特別にここでお見せしたいと思います。まあ、ここにあるやつなんですけど、ね、このカメラはね、こうついてきてくれるんですよ。はい、というわけでこれ初回ファーストサンプルです。サンプルっていうか、これ僕も知らなかったんですけど、トワルっていうらしくて、パターンナーさん、服のパターンっていうその設計図みたいなものを書いてくれる方がいまして、その方が設計図をもとに仮の布でまずは形にしていただいたやつです。なんで本当まだボタンとかもこう見える、俺の顔の近くじゃないと、こうね、こうやってこういうのとかね、クリップだったり、これ付箋とかが貼ってあったりとか、まだメモ書きいっぱい書いてあるんですけど、とりあえず形になっております。こんな感じどうですか。今回販売する予定なのは、またセットアップにしようと思ってるんですけど、この長ズボンですね、長丈のパンツと、これカットソーですね、シャツじゃない、シャツっぽいんですけど、このなんつうの、開くのはここまでで、若干ポロシャツっぽいカットソーになってます。はい、このセットアップですね。で、今回も、リモートワークのためのセットアップになっているので、リモートワーク中の、まあ、不満とか、こうだったらいいなとか、こんな動きがしやすいようにしたいっていう調査をめちゃくちゃやりまして、それを全部詰め込んだ最高の一着です。はい、まあ、まだ全然途中なので、まあ、この段階から皆さんにお見せしているのは、まあ、やっぱりできるだけ作業の工程とか、やっていく過程とかは発信していきたいですし、まあ、本当いただいた意見とかすごい参考にしたいなとも思うので、まあ、こういうところからお見せしてます。ハンガー激ダサだけど、まあこんな感じです。はい、実際昨日着てみた、動画もあるので、よかったらご覧ください。It's a motherfucking party, and it's about to go down. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. On the way to the lake. Ooh, yeah. It's a- はい、というわけで、そんな感じで今進めております。これもまたですね、僕の一緒にやってるデザイナーとちょっと話して、もっとサイズ感こうだよねとか詰めていきつつ、本番
次は、本物の生地を使ってサンプルを作るので、そこに進みたいと思っております。本当この段階に来るまですごい早い人はもう1、2ヶ月とかで来る方もいるんですけど、本当僕動き出したのは去年とかだったんですけど、まあ結構数ヶ月進めてから、そのずっとやり取りしていた工場の方とちょっと音信不通になってしまって、一回企画が全部倒れてしまったりとかがあったので、結構時間的にはロスしてしまった部分もあったんですけど、まあちょっとそこはね気合い入れてなんとか立て直して、今年の6月ぐらいからまた一人デザイナーを迎え入れて、新たにブランドのコンセプトとか決めつつ、もう一度しっかりふんどし締め直してやってました。で、今回はもうリモートワークのための服なんですけど、ここもですね、リモートワーク中の課題とか、もういろんなところをインタビューとかして、もうインタビューしつくしまくってしまくって、しまくりしまくりで、ほんと一つずつ、スピード感も大事だとは思うんですけど、やっぱその一つ一つ積み上げて、ちゃんと価値のあるものを届けたいという思いが強かったので、一つ一つできることを全部やってきて、ここまでいろいろ積み重ねて、やっとこのファーストのサンプルまで来ることができました。本当協力とかね、この動画とか、見ていただいた方、本当にありがとうございます。皆さんのご意見とか、すごい参考になっているので、引き続きお願いします。はい、というわけでこうやってね、だんだん、ブランドの方も形になってきたので、今日もやっていきたいと思います。はい、やっていきましょう。はい、というわけで、朝の掃除とか、いろいろ準備とかね、着替えとか終わったので、これから、ちょっとブランドの戦略とか、検討していきたいと思います。まあ、基本今日はまあ、作業なんで、もうずっとね、あとは机に向かってやるぐらいですかね。ジョコンドの戦略とか、
このチーム方針とかやっていこうかなと思います。今日はそれを決めつつ、夜にですね、家具のブランドのデザイナーの方とミーティングがあるので、そこで共有する話もそうですし、まあ、いろいろ話していこうかなと思います。はい。というわけで、今、お昼食べ終わりまして、お昼だいぶ前に食べ終わったんですけど、お昼食べ終わって、ちょっと休憩して、で、その後に、インスタグラムのリールの撮影をしてました。で、まあ、なんだかんだ結構ね、時間経っちゃったんですけど、これからやっとブランドについていろいろ考える時間にしていきたいと思います。まあ、時間も限られてるので、今日やることをどうしようかなと思ったんですけど、今日は一旦そのブランドとか自分が目指すところとかを、まあ、結構この前言語化したりして、紙にも書いて、自分は将来こういうことをやりたいとかを書いたんですけど、まあ、改めて、やりたいことは結構固まってきたんですが、そのためにどんな人が必要かとか、なんか自分がどこに専念すべきかみたいなところをちょっとより考えていこうかなと思います。はい、で、まあ、これをやる理由としてはですね、やっぱまあ、いろんなところでも言われてますけど、やっぱ個人の力ではやっぱ限界があると僕も思っていて、まあ、どこを目指すかにもよるんですけど、僕は全部一人で何もかもやりたい。それでできる範囲で、できることをしたいという考え方ではないです。まあ、かといって、大企業の社長になりたいとか、そういう考え方でもないので、まあ、きっと僕の中で思い描くちょうどいい人数があって、僕の自分のスキルと僕がやりたい範囲っていうのをもっと明確にして、誰と関わりたいかとか、どんな人と一緒にやることが僕にとっても幸せで、今後僕ともし関わってくれる人がいた時に、その方にとってもどんないいことがあるのかとか、どういうふうに一緒に活動していけるのかっていうのを、ちょっと最近いろんな人とお会いする機会が多いので、自分が明確に持ってないと、なかなか人にも伝わりづらいし、その人も僕のことあんま面白いと思ってくれないなと
思ったので、まあ、ちょっとちゃんとね、自分の中では綺麗にまとめておいて、まあ、いつでも喋れるようにしておくのがやっぱ大事なのかなと思いましたので、今日はちょっとそこをやっていきます。まあ、もちろん自分のブランドをどうするかっていうところが軸なので、なんか、人にどう売り込むかとかそういうことではないんですけど、やっぱ自分の軸ぶらついてると、人が僕のことを見てくれるときに、こいつはどこを目指してて何をやりたいのかがわかんないと、人つかみづらいと思うので、自分のためでもあるし、他の人に向けてでもある軸をちょっと定めていこうかなと思います。まあ、将来のね、夢とか、ブランドとして成し遂げたいところみたいなのは、だいぶ決まってるので、まあ、それはそれでまた、一本別でね、動画を今度出そうかなと思っておりますが、まあ、今日はちょっと作業風景とか、まあ、メモのモザイクになるかな、今日は、なんですけど、まあ、ちょっとね、できる範囲見せていければと思いますので、まあ、一緒に作業とかね、軽く、暇つぶしで見てもらえれば、嬉しいです。やっていきましょう。